お疲れ様です。21年9月30日です。ビールの紹介をさせてください。こちらでございます。21年9月28日ファミリーマート限定発売、ビアサプライズ至福のコクでございます。さあ、こちらのビアサプライズシリーズなんですが、今年で5周年を迎えてですね、リニューアルされたということでございます。味わいに差がある3種の麦芽と奥深い味わいを引き出す厳選された3種のビターホップを掛け合わせ、複雑味のある深いコクを追求したとのことでございます。では早速いただきたいなと思います。乾杯。おー、苦味がこうどしーんって入ってくる感じですね。非常にですね、心地よい感じがしますね。札幌ビールは外れがあまりないですね。個人的には大好きなビールメーカーでございます。今日は以上です。ありがとうございました。さよなら。